皆様こんにちは、山芋でございます。はい、こちら仮面ライダーシティウォーズメンテナンスが入りました。こちらの画面変わりました。しかも左上にバトルラッシュの宣伝とか入ってきましたね。ここのなおローディングの画面も違う、めっちゃかっこいいで、ものすごくたくさんなんかお知らせがありました。ちょ、マジでちょっと後でいきます、ごめんなさい。で、まあ、たくさんあるのは、まあ、ほとんど、まあ、優勝ヒーローガシャですよね。まあ、ここら辺はいつも、スルーしてます。もう、優勝しないと決めてるので、なんか今回、イベントガシャか無料10連なんですけど、今、ちょっと石が溜まってない状態なので、私、明日引きます。で、今日はこの無料10連、お一人一回を引きます。そしてですね、はい、このライダーのところに、いました。仮面ライダージオウが全員もらえてましたね。しかも必殺技が初めからついている状態です。ちょっとお任せで他のもつけときましょうかね。で、召集でゲイツも呼べるみたいなんですよ。なのでちょっと一回無料ガシャしてゲイツ来なかったら、まあ多分来ないと思うんですけども、ちょっとやっていこうかなと、ゲイツを召集していこうかなと思います。ちょっとフェスとかね、ちょっとやりたかったんだけども、もう石がたまりません。ちょっと無料で遊んでて、無課金で遊んでての限界を今感じ始めております。はい、たくさんこのガシャが今いっぱい来てるんですけども、その中でこの神々しい無料10連お一人様1回限り、こちらの方を引いていきたいと思います。まあ、イベントガシャはまた後ほど引きます。私これ欲しい、ジオ欲しい、ゲーツもあるのかな、どれだろう、割合提供、あ、無料だけど結構いいの来るじゃないですか。これ結構パーセンテージがでかいぞ。BC 必殺技めちゃくちゃ多いよ。いきます、私。では、山芋を引いていきたいと思います。はい、10回ガチャ得点付き。得点だからほんと11年だよね、これね。いきます。いってらっしゃい。お願いします。当たって。お願い。さあ、来い来い来い。光るんだよ。牙？ダーク牙？なになに？あ、光った！光ったよ！なになになに？でもゲートとかじゃない、虹は1個です、虹は1個、しかも一番手前にある、はいあら、これは無印かな、無印の星5かな無印か、めっちゃ期待したわ。あ、嬉しいの、何、嬉しい、ゲイツの必殺技来た、これは嬉しい。星4の必殺技でかいですね、ゲイツ。あとはまあ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 、まあ、これ何何に得点がちょっとちっちゃくて見えないな。でもなんかよくわかんないけど星4でしたね。いや、牙が慣れてます、これ普通の牙だよね。では当たらなかったので召集をしていきたいと思います。ここのムービーがね、変わってるかどうか気になるとこなんですが、変わらないかな。あ、やっぱ電王のこの電ライナー乗ってきますね。ジオーナーのタイムトラベラーのあのバイクじゃ、ロボットに乗ってくるわけじゃない。今ここで終わらせる、今ここで終わらせる、もうあのテレビで見たままのそのまま出てきそうなかっこいい感じで出てきてくれました。もうちょっと日曜席とか曜日席が全然足りなくて、ヒーローストーンちょっとコットだけ使って、アクションまでちょっと今極めたジオーとゲイツがおります。で、今いつものなんだっけ、そう、2人でなんか今喋ったら聞こえなかったな。ただこの二人で今来てて、イマジンクエストに来てて、で、ちょっと TRK をちょっと打ちたいと思います。二人での TRK。あ、かっこいいよ！あ、いいじゃないですか、これ！かっこいいね！あ、かっこいい。すごくいいわ。これライダーキックめっちゃかっこいい。ちょ、今思わず押しちゃったけど。トン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 。あ、使いやすいかもしれないね。トン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 。あ、使いやすそう。ビルドと動きが似てますかね。あ、一定って言ってる。結構いろんな声が聞けるね。トリャーって言ってるよ。おお、ちょっと、あれだな、音下げてるんですよ、ヒーローたちの声。ちょっと上げて、もうちょっとマックスに上げて、聞いてみようかな、音。はい、では、シティイベントの方を、こちら、
ジオーとゲイツで行きたいと思います。アクションの確認をします。決めた。お、喋ったよね今。行くぞ。おお、今結構ボイスの音声を上げてきたんですよなんかいける気がする。あ、いける気がする。おお、すごい強気。危ない危ない。ではちょっと行きますよ。押しますよ。1、2。うわぁ、トリア。トリア、トリアいいじゃん。よっ、はパンチ、パンチで剣か。了解。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。じゃちょっとあの必殺技も一安心からじゃ次必殺技します。アクションはいいと思う。戦いやすい感じがする。行くぞ。龍騎のナイトに似てる。龍騎のナイトの声になんかゲイツの声似てるよね。はい、ではゲイツの動きを確認していきます。はい、アクションだけはねちゃんと育ててきたんで、はい、弱いです。お、最後なんか上がったよ。あ、投げて技やっちゃった。ごめんなさい。必殺技やっちゃった。必殺技もかっこいいけど、ちょっと待って。当然の結果だちょっとアクションが分かんなかった。ライダーキックはかっこよかった。なんかいける気がする。はい、ジオの必殺技見ます。押したよ。おお、かっこいい。こう前にガッて進むやつはいいですよね。一安心かな。一安心だった。そんな育ててないのに強いな。行くぞ。はい、ちょっとゲイツくんの動きもう一回確認します。いくよ。1、2、3。おお、ダーって。向こう飛んでいくのかっこいい。押しちゃうな最後必殺技。おー、かっ、あ、まだ来た、まだ来た。ちょっと待って、技打とう。もう2個あったから。初めからゲイツもジオーも必殺技を所持してましたね。でゲイツくんはもう一個当たったのでつけてます。もう一個曲だね。エーラスつけてないじゃん。多分ジオー君もゲイツ君も同じ曲だと思いますが、かけてみましょう。ちょっと早く溜めて溜めて。オッケー、溜まりました。今ここで終わらせる。どう？あ、ちゃんと曲流れてます。主題歌のめっちゃかっこいいじゃん。いいね。じゃあもうひさそばさ最後決めます。うん、ライダーキックいいね。なんで後ろ姿だったんだろうあ、まだ来てる、まだ来てる。やばいやばいやばい。OK。 なんか後ろ姿がどうしてもピックアップされるのはなんでなんだろう。一回打ってみて。なんだ、俺の背中を見ろみたいな感じ。わかんない、なんで背中を。当然の結果だ。当然の結果だった。素敵だった。動き結構良かったと思います。スペシャルが増えてるかだよね。あ、あります、こちら9時5時堂。これ作らないといけないんですね。ちょ、今いっぱいだから後で作っておきます。はい、今日はこんな感じで急ぎ足で動画を作りました。いや、アップデート来て、つけたらもう需要だったんで、ちょっと動画今日上げたいなと思って。皆様ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら、またね。バイバイ。